5月13日、県庁に広瀬知事を訪ね、シーズン開幕の挨拶を行いました。伊藤監督をはじめ、長田選手、丹生谷選手ら5人が訪問。昨シーズンの結果や今シーズンの抱負などを話しました。最後に今シーズンのユニフォームが贈られ、終始和やかな雰囲気での表敬訪問となりました。そして先日行われた AFC フットサル選手権での活躍も報告。日本代表として出場した長田選手、丹生谷選手、今回初の2連覇を達成。いやー、すごいですね。そうですね、まあ、本当に前回優勝していて、まあ、連覇がかかったというプレッシャーだったり、まあ、新しい本当に若いメンバーに生まれ変わっての大会ということで、すごいいろんなプレッシャーだったり不安だったりとかもあったんですけど、まあ、それ以上に本当にこのチームだったらできるっていうような強い思いもあり、まあ、本当に優勝できて、まあ、本当に嬉しかったですね。そうですね、先ほど監督も言っていましたけれども、まあ、次は目指すところはもう一つしかないので、まあ、本当にチーム一丸となって、まあ、優勝を目指して頑張っていきたいなと思います。そうですね、もう本当に嬉しかったです。もう涙が出そうなぐらい嬉しかったですし、まあ、ただこれも全ては皆様の応援があってのことなので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そうですね、まあ、今シーズンの僕の目標が、まあ、アジア選手権優勝と、まあ、チームのリーグ優勝という目標を掲げているので、まあ、その目標を達成できるように、まあ、精一杯努力していきたいなと思っています。主力メンバーも合流し、ますます期待値が上がる馬佐治大分。随時練習の様子もお伝えします。お楽しみに。2014-2015 シーズン、馬佐治大分公式ファンクラブ、馬佐治エフェのご紹介。スタンダード会員、プレミア会員の2種類用意しています。なんとプレミア会員にご入会していただくと、追加オプションでレプリカユニフォームへのネームプリント、そしてカラーもお選びいただけます。詳しくは馬佐治大分のホームページをご覧ください。たくさんの申し込みをお待ちしています。